は新夫婦を乗せまして、プロペラの音高く一夜明けの光景新婚旅行。ねえあなた、あの向こうに小さく見えるの、あれはどうこう？あれは日本三景秋の宮島よ。してあの向こうに帯のように細く見えるの、あれはどうこう？あれは馬鹿の海峡じゃん。馬鹿の海峡を越えてこれからどこへお行きなさるの？これから支那朝鮮満州、シベリアモスクワを越えて欧州戦乱の後を見学に行くのさ。してお帰りはいつ頃なんでしょう？帰りは来年の4月頃。してここはどうこう？ここは雲の中よ。雲の中なら誰も見ちゃうらないでしょ？誰も見ちゃうらないよ。誰も見ちゃうらないならもっとこっちの方へ泳ぎなさいよ。そっちの方へ寄ったらハンドルが取れないじゃないか。ハンドルなんてどうでもいいじゃないの。